画家の八田和成です。切り絵による作品を作ったり、切り絵によるライブドローイングを行ったり、似顔絵を描いたり、自宅アトリエで絵画教室を行ったりしています。動画では絵画の楽しみ方の手がかりになるようなお話をしていきます。で、本日の動画ですが、まずはこちらの作品をご覧ください。1958年に86歳で亡くなった画家ジョルジュ・ルオーの作品です。で、絵を見ていただいたら分かりますように、キリスト教や聖書を題材とした作品です。このジョルジュ・ルオーが亡くなった時、フランスの国民はみんな20世紀最大の宗教画家を失ったと大いに嘆きました。現代の我々からすると、ジョルジュ・ルオーイコールキリスト教や聖書の逸話を題材とした絵を描く画家というイメージが強いですが、彼が明確にキリスト教の作品を描くようになったのは40代半ばを過ぎてからのことです。で、それはなぜか。ジョルジュ・ルオーが40代半ばの頃といいますと、まさに第一次世界大戦が始まった頃でした。つまり世界大戦によって、それまで当然のようにあった平和というものを強く意識して願うようになった結果、キリスト教という題材を改めて絵のテーマにしたと思われます。ここからは親しみを込めてジョルジュ・ルオーのことをジョルジュと呼ばせていただきます。冒頭にご覧いただいた作品がキリスト教をテーマにした作品であるということ以外に、何か気になるところはありませんでした？ステンドグラス、教会にあるステンドグラスにどことなく似ているような気がしませんか？ジョルジュは10代の頃はステンドグラス職人でした。そしてそこで強烈な色彩感覚というものを身につけて画家を志すようになります。パリのエコール・デ・ボザールという美術学校に入学するジョルジュですが、そこで運命的な先生と出会うことになります。それが前回の動画でもお話ししました画家のギュスターブ・モロー先生です。ジョルジュがこの学校に入学した翌年にギュスターブ・モローは先生として就任します。そして、前の動画でもお話ししましたように、モロー先生というのは若い画家の個性一人一人を尊重して育てていくとても優秀な指導者でした。ジョルジュはね、学校退学してしまうんですけれども、その後もモロー先生の教室に顔を出したりと、とてもこういい師弟関係にあったようです。そしてモロー先生はお亡くなりになる前に美術館を作るのですが、ジョルジュはその美術館の館長に就任します。で、これは、モロー先生の親心で、ジョルジュはとても不器用なやつだから、画家になると言ってもなかなかすぐに食べていかれへんやろうから、仕事を用意してやろうという、そういう思いでジョルジュを館長に就任する、それを遺言として残しておりました。そしてジョルジュはモロー先生の遺品の中からちょっと面白いものを見つけます。それは風刺小説でした。それまでジョルジュはそういったものを読んだことなかったんですけども、この風刺小説というのはそれまでの普通の一般的な小説と違って、ちょっと文章を誇張したような大変ユーモラスなもので、その誇張した表現というその部分に面白みを感じたジョルジュは、その要素を後に自身の絵画のスタイルに取り入れることになります。で、それが後の我々が知ることになる太くて黒い輪郭線を強調した絵のスタイル、そういったものに変わっていきます。生前モロー先生はジョルジュにこういうふうに言っております。あなたの成功がゆっくりやってくることを望んでいます。慌てて画家として成功しようとするときっと大成はしませんと。ジョルジュはこのモロー先生の言葉を胸に画家としての道を歩んでいきます。ですので後にどれだけ生活に困っても自分の考えに反したような絵の依頼や注文は断り続けてきました。妥協はせずに自分の描きたいものを描くと、そうやって自分の道をゆっくりと
切り開いていきました。で、考えに反した絵というのはどういう作品かと言いますと、ジョルジュはずっと宗教画を描きたいと思っておりましたが、それまでにあったようなキリスト教や聖書の逸話をただただなぞるだけの古臭い絵画というものは描かないと決めていました。で、時は20世紀初めのフランスです。ジョルジュはサーカスの道化師、まあ、ピエロですね、そういう道化師とか娼婦といった歓楽街にいる貧しい人々、そういう方たちをテーマに描いていきます。キリスト教の勢いというものが衰えた時代の中で、そういう彼らこそが悲しみを背負った人々が、虐げられた人々が、それこそが自分が描くべきテーマだと思いました。そして1914年に第一次世界大戦が始まったあたりから、冒頭に見ていただいたような作品をジョルジュは描くようになります。で、ジョルジュの描く作品は反戦、戦争反対を叫ぶような、そういう強い叫びの絵画でもなく、キリスト教への強い愛情とか、そういう熱烈なものというよりは、どこかしらこう静かな、心からこう響き渡ってくるような祈りのような絵だと思います。そして作風とは反してちょっと激しい一面もあります。晩年に、まあ、彼の価値のある作品をめぐってこう骨肉の争いが起こるんですが、その争いのもとを立つとばかりに自分の作品300点ほどを焼き捨てるというような、結構エキセントリックな情熱的な一面もある、そういう画家です。